このバカが決まっておろうが、殺したらそなたが歪めるだろうその表情が楽しいからの他に何の理由が必要なのか。ほらほら、目をつむらずにちゃんと見ろよ。ほら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 、魔法だよ、家具だよ。そなたがどんなにわらわや魔法の存在を否定しようとも、ほら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 、悪いなバトラー、結構面白かったぜ。しかしお師匠様の言う通りにしてみたんだが、本当に結構いいとこまで行けたな。何でもツンツンと残虐を尽くした後に程よくへたれて出れてみせると、好感度ってやつが大幅アップするんだろ。お前の指し手は、やればやるほどに
理解できねえぜ。どうやったらこの局面でこの指し手になるわけだ。わけがわからねえんだよ、お前の指し手はよ。ベアとバトラ君が話しかけていますよ。なんとか言えよ。クスクスとかゲラゲラとか、いつもの黄色い笑いでいいから。どうやったらこの局面でこの指し手になるわけだ。わけがわからねえぜ、お前の指し手はよ。この子の考えることはわけがわかりませんか。ああ、さっぱりだな、ベアとの立場になって。こうして駒を動かせば動かすほどに、わからなくなる。思考を探る旅路はあまりに険しすぎるぜ。でもあなたは投げ出さないのですね。ああ、約束した。俺はこいつを安らかに死なせてやると約束した。そしてそれは俺にしかできない。
良いのですか。第5のゲームはもう始まっているようですよ。興味ね。ゲームマスターは私がやるわ。依存ある？ないわよね。依存だらけよ。ベアトは戦いを放棄して人事不正。ベアトの不先輩でゲームオーバーでしょ。確かにベアトはいろいろとあったんで今はちょっぴりノックアウト気味。でも戦う気力を失ったわけじゃない。だからつまり私は解除役ってわけ。わかる？ふざけるな。これは俺とベアトのゲームだぞ。お前ら、どこの誰か知らねえが、勝手に話を進めるんじゃねえ。あんたに意見は求めてないわ。どうすんの、ベル。受けるの？受けないの？いいわ。あんたが引き継ぎなさい。なんだと？ふざけるな！お前ら何者か知らねえが、俺とベアトを無視して勝手に話を進めるんじゃねえ。落ち着きなさいよ。確かにプレイヤーが変われば指し手も変わる。あんたにとっては戸惑うことも多いかもしれないけど、それでも大きなヒントになりうるでしょ？知らねえよ！勝手なこと言って仕切ってんじゃねえ！ベアとのゲームを4つも繰り返して、何もわからないんでしょ？なら、プレイヤーが変わるのは大きなヒントになると思うけれど。大きなお世話だ！これはベアトが用意し、俺を対戦相手に指定した。俺たちのゲームだ。どこから湧いてきたのかもしれないお前らにかき回されるのはごめんだ。なら、ベアトを起こして、次の準備をさせて、できる？ベアトはしばらく起きねえよ。それに、新しいゲームなんて必要ね。あいつがこれまでに出題してきた、4つのゲームの譜面だけで十分だ。仮に第5のゲームがあるとしても、それはベアトが出題し、俺に挑むものだけで十分だ。お前らには何の関係もない。あんたに次のゲームを準備もできない。だから私が次のゲームを用意するわけ。私たちはね、いつ正気を取り戻すかもわからないベアトにいつまでも付き合ってられるほど気が長くないのね、ベルン。退屈はごめんなの。イライラするほどに。お前が退屈がろうが、俺たちは知ったことじゃねえ。まあまあ、このパーフェクトなラムダデルタ様に任せなさい。私がゲームマスターを引き継ぐ。大丈夫よ。あんまり絶対完璧にはプレイしないわよ。ベアトっぽく、わけのわかんないフェイクや尻尾、ボーナスヒントをいっぱい用意してあげる。ベアトの世界をより理解するための大きなヒントにしてあげるわよ。
何？不満？あんたは私による第5のゲームを降りるっての？それって不先輩？バトラは降りないわよ。もちろん第5のゲームにも参加するわ。勝手に決めるんじゃねえ！お前らに俺は付き合わない。知ったことじゃない。ならやっぱり不先輩ってことよね。このゲームは魔女側の勝ち、人間は屈服ってことでお開きでいいかしら。降りるなら不先輩でゲーム終了だけど、いいの？たった一人残された妹が、たった一人残された妹が。あなたにこの私、奇跡の魔女ベルンカステルが味方しているからこそ、エンジェにはひょっとしたら家族が帰ってくるかもしれない奇跡の余地が残されてるのよ。あなたが自らそれを捨てて、エンジェの無限の未来全てを不幸なものに確定するのもまた私には一興だけれども。その不満そうな顔、自分の妹をグズグズのひき肉にされた怒り、もう忘れちゃったの？プチプチブチブチ、無数の焼けたペンチで引きちぎって細切れにしていくあの光景、今度はちゃんと真正面で見ないとダメ。あなたがゲームを降りるなら、これは欠片でなく確定した現実になる。その未来を紡ぐのは私じゃないわ、あなた自身よ。あなたが決めなさい。最愛の妹の未来をどうしたいのかを。脅し方もえぐいわね。そういうことよ、バトラー。あんたにはゲームを降りることなんて許されてないの。あんたもペアとも、私たちの退屈を紛らわせるゲーム版の駒でしかない。あんたのそのわけのわかんない怒りやイラつきさえも、私たちには退屈を紛らわす最高のお菓子。まあ、その程度の怒りじゃ、駄菓子程度だけどね。
30円で2枚入ってるカレー味のポテトせんべい程度ね。魔女とも、ね、エンジェのためにも戦いなさい。そしてベアトのためにもでしょ。後ろ宮バトラー、運命に屈しちゃう？降りちゃいなさいよ。魔女の駒にして遊ばれるなんて、もうごめんなんでしょ？ベルンの駒は辛いわよ。きっとあんたも、エンジェみたいに使い捨てにされるわよ。あなたに降りる選択肢は与えてない。妹の未来のために。戦い続けるの。私は味方よ。その未来にたどり着けるよう、あなたが勝利するまでサポートするわ。私が退屈するまで永遠に。第5のゲームとやらが始めたいなら勝手にやればいい。好きにしろ。ええ、好きにするわよ。あれれ、どこ行くのよ。お前がベアトの代役を務めるってんなら、そこのベルンカステルとかいう魔女が俺の代役を務めるのも勝手だろ。道理ね。そうじゃないと不先輩になってしまう。何よそれ。私が作る渾身のエピソード5をあんた無視するっての。失礼しちゃう失礼しちゃう。バトラーはしばらく休憩するそうよ。それまでの間私がプレイヤーの代役を務める。それでどう、バトラー。そうしやがれ。なあに、ラムダ。間抜けなバトラじゃなくて、私がプレイヤーだと遊んでくれないの？そんなわけないわ。ベルンと一緒に遊べて嬉しいわよ。さあさあ、遊びましょう遊びましょう。ラムダデルタ様の超ハイパーでキュートに可愛いエピソード5を一緒に遊びましょうよ。一応、ベアトの作った世界なのよ。世界観ぶち壊しにしてないでしょうね。大丈夫だってば。私そういうのの空気は読める方なのよ。ちゃんとベアトっぽい世界観でもっと面白い物語に仕上げてみせたわ。バトラも休憩終わったら早く戻ってくるのよ。見逃すともったいないわよ。ベアトの秘密に迫れるようなボーナスヒントをたっぷり用意してるんだから。と見せかけてミスリード満載でますますに煙に巻く気なんだけどね。ちょっとほら、バトラー、魔女の話聞いてんの？あの魔女どもに。ベアトのゲームは理解できるのか？同じゲーム版を使う以上、この子にできないことはできません。しかし、この子がやらないことはやれます。やらないこととは何だ？チェスの道具は、チェスで遊ぶために存在します。それを使ってトランプをすることはできない。しかし、チェスの駒を相手に投げつけてぶつけたり、チェス盤に落書きしてみたり、そういう行為をすることも不可能ではありません。しかしそれはチェスに対する冒涜だから誰もやらない。
ふざけやがって。これは俺とベアとのゲームだ。他の誰にも冒涜はさせない。紅茶のおかわりはいかがですか。もらえるか。かしこまりました。いかがですか。お嬢様の思考を探る旅は。さっぱりだが楽しんでるぜ。しかしよろしいのですか。こちらでくつろがれていても。あの魔女どもが勝手に進めてるゲームのことは。ええ、先ほど紅茶をお届けに伺った時にはもう第一の晩の殺人が起こり、もうじきその次の殺人も起こりそうな気配でした。ロノウェは奴らのゲームを見たのは。一部ではございますが。どうだった。愛がありませんな。愛ってなんだ。これは失礼。女性風に申し上げるとです。男性風に申し上げるならば、義理が通らぬと申しましょうか。上辺は大変よくお嬢様のゲームに似せていると思います。しかし根本が大きく異なっています。それはベアとのゲームのルールに反することなのか。いいえ、反しません。ラムダデルタ様はお嬢様のゲームのルールを実によく理解なされております。しかし バトラク。ロノウェ、すまない。せっかく入れてもらったけど紅茶はいらねえぜ。やはり参られますか。ああ、俺たちのゲームに部外者はいらない。取り返さねえとな。ベアとのゲーム版は今は俺が預かってるはずなんだ。その俺がここでぼんやりしてるわけにはいかない。ありがとう。その言葉をこの子に聞かせてやりたかった。きっと聞こえていますよ。お嬢様はそれにお返事することができないだけです。待ってろ、俺が取り返してくる。行ってくるぜ、ヴァルギリア。ロノエ、黄金の眠り姫の面倒を頼むぜ。はい、お任せ。行ってらっしゃい、バトラ君。そしてどうかこの子のいないゲームにて、この子の何かを見つけてあげてください。もしそれを見つけることができたなら、たとえこの子が不在であっても、あなたはこの子と戦ってくれたことになる。そうだよな。ああ、全然ダメだぜ。俺は何をやってるんだ。魔女ども！待たせたな！俺の休憩は終わりだぜ！
なにあんた、今頃戻ってきたの？超遅すぎ。もうゲームは2日目どころか、大詰めも大詰めよ。バトラがいつまでも来ないから、私が勝手に進めちゃったわ。ベルンはあんたよりずっと頭が冴えてて痛快だったわよね。うるせえ、プレイヤーは俺だ。代役の魔女どもは引っ込んでろ。別に今から参加しても構わないけど、もう出番ないわよ多分。確かに。だってもうクライマックスもクライマックス、これで多分ベルンが詰めたゲームセットだもの。なんだと。いいんじゃない、最後の爪くらい見物しても。そうね、おいでなさい。後ろ見やバトラー、もうほとんどおしまいだけど、私の作ったキュートでエレガントなゲーム、エピソード5、エンド・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチ。おいおい、となると決定的じゃねえか。魔女が犯人で、魔法で殺人を犯したわけでない限りね。あんたなの？あんたがジョージを、主人を殺したの？どうしてよ、どうして。私は殺していません。私は何も。あなたが犯人です、後宮夏日さん。この世界に注目。